どうも、料理研究家のダレイモです。さて、今回はですね、サムネイルをご覧になっていただいたら分かると思うんですけれども、クリームチーズを使ったですね、少し変わった冷製パスタの作り方をご紹介していきたいと思います。今回はクリームチーズを使うことでね、もう優勝確定のレシピです。今までにないような冷製パスタなんですけども、これが本当にね、めちゃくちゃ美味しい。そして今回の冷製パスタはもうパスタを茹でて氷水で冷やし、さっと和えるだけで完成するので、ぜひ皆さん一度お試しください。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。パスタ、クリームチーズ、明太子、大葉、そして白だしに塩昆布、エキストラバージンオリーブオイル、塩、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回は冷製パスタということでですね、パスタはもうお好みの太さのもので大丈夫です。通常であれば冷製パスタは細めのですね、カペリーニを使用する場合多いんですけれども、私誰もはね、太めが好きなので、もう今回普通の 1.6 ミリのパスタを使用します。そしてクリームチーズですね。今回はですね、キリのクリームチーズ使用するんですけれども、全然ね、キリじゃなくてお好みのクリームチーズご用意ください。で、クリームチーズはですね、パスタにしっかりと絡むようにゴムベラで練るんですけれども、冷蔵庫でね、しっかりと冷えているとパスタに馴染みづらいので、ちょっとね、常温に戻して柔らかくしておいてください。そして明太子ですね、明太子は今回1本使用します。で、明太子ではなく、もちろんね、たらこでも美味しく作ることは可能なので、明太子もしくはたらこをご用意ください。そして大葉ですね。この大葉のね、爽やかな風味がまたクリームチーズのクリーミー感と非常に合うんですよね。あとは旨味を加えるためにね、白だしと塩昆布使用します。で、白だしがない場合はめんつゆで代用していただいても構いません。そしてエキストラバージンオリーブオイルですね。今回はですね、冷製パスタということで油は熱さないので、よりオリーブの香りが引き立ったエキストラバージン使用します。それでは早速作っていき、マッチョということで、まずは明太子。こちらの明太子は今回ね、冷製パスタにより馴染みやすいように薄皮は取り除きましょう。こちらの薄皮は食べちゃう。バキ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 、マチョマチョマチョ。ということで、明太子の下ごしらえはこれで OK。 そしてお次に大葉。こちらの大葉は茎を切り落としてくるくると丸め、みじん切りにしていきます。大葉はですね、刻めば刻むほど香りが出るので、今回はよーく刻んでください。ということで、大葉の下ごしらえもこれで OK。 そしたらお次にクリームチーズ。クリームチーズはキリであれば2つ、重量にして約 30g ほどご用意ください。常温に戻しておいたクリームチーズを2つ、約 30g をボウルの中に入れたら、こちらをゴムベラで練っていきます。ここでね、しっかりとゴムベラで練ることによってクリームチーズがパスタとしっかり絡みますからね。はい、まずはクリームチーズをゴムベラで練って柔らかくしてください。ということで、クリームチーズが柔らかくなれば、ここにエクストラバージンオリーブオイル、そして白だしを加え、こちらを再びよく混ぜ合わせます。はい、しっかりと混ぜ合わせることによってクリームチーズとオリーブオイル、白だしが一体化しますからね。ここはクリームチーズの玉をゴムベラで崩しながら滑らかになるまで練っていく。で、あらかじめね、クリームチーズを室温に戻しておくと、こんな感じでオリーブオイルと白だし、クリームチーズが一体化するんですけれども、冷たい状態のままクリームチーズを練るとやっぱりね、ダマになってしまうんですよね。なので、しっかりとあらかじめクリームチーズを室温に戻し、ゴムベラでクリームチーズが柔らかくなるまでよく練った後に、オリーブオイル、そして白だしを加えて混ぜ合わせるようにしてください。ということで、クリームチーズ、オリーブオイル、白だしがしっかり馴染めば、ここに明太子、刻んだ大葉、そして塩昆布を加え、明太子の粒を潰さないように優しく馴染ませる。ここでですね、明太子の粒を潰してしまうと、あの明太子特有のプチプチ感がなくなってしまいますからね。はい、ここでは明太子の粒を潰さないように優しく馴染ませてください。はい、ということで、ひとまずこれでクリームチーズソースの完成。そしたらお次、パスタを茹でていきます。でですね、通常であればパスタの茹で汁の塩分はだいたいね、 1% が基本なんですけれども、今回はですね、冷製パスタということで 1.5% の塩分濃度のお湯でパスタを茹でていきます。これなぜ温かいパスタよりも塩分濃度が高くなるかというと、冷製パスタはですね、湯がいた後に一度ザル上げして氷水でパスタを冷やすからですね。温かいパスタであればパスタを茹でた後にもうそのままソースの中にパスタを入れて
さっと和えると思うんですけれども、冷製パスタはですね一度冷やさないといけないので、お水でパスタの粗熱を取る分パスタの周りについている塩分がお水とともに流れてしまうんですよね。ですので今回は通常のパスタよりも強めの塩分濃度でパスタを茹でて、お水で洗った後でもパスタに下味がつくようにしていきます。ということでまずはお湯を沸かしていく。お湯の 1.5% の塩、お湯に塩を入れてしっかりと溶かしたら、ここにパスタを入れ、今回は規定のパスタの茹で時間より1分長く茹でていきます。これもまたね、温かいパスタと違うところですよね。温かいパスタであれば1分早く引き上げて、あとはソースの中でパスタをちょうどいい感じに持っていくんですけれども、冷製パスタは氷水で一度締めるので、1分早くパスタを茹で上げてしまうとかなり硬くなってしまうんですよね。でですね、規定の時間パスタを茹でて氷水で締めても、やっぱりですね氷水で締まった分パスタが硬くなってしまう。ということでね、これもまた逆算して規定の時間よりパスタを1分長く茹でる、そしてその後に氷水で締めることによってちょうど良い硬さのパスタに仕上がりますからね。ということでパスタは規定の時間より1分長く茹でていく。そしてパスタを規定の時間より1分長く茹でたら、こちらをザルに上げてパスタの粗熱を取っていきます。そして粗熱を取ることができたら、パスタを氷水の中に入れてキンキンに冷やしていきます。ここでしっかりと氷水でパスタを冷やすことによって、パスタもねキンキンに冷えてしっかりと締まり、コシが生まれますからね。そしてパスタがしっかりと冷えたら、ザルにあげて氷は取り除き、しっかりと水気を切っていく。これで OK。 そして水気をよく切ったパスタをこの中に入れたら、このクリームチーズのソースをしっかりとパスタに絡めていきます。すいません、忘れておりました。ここにエキストラバージンオリーブオイルをかけて、しっかりとパスタとソースを絡めていく。そしてソースがパスタにしっかりと絡めば、パスタをお皿に盛り付ける。はい、ということで完成しました。それではいただきまっちょ。それではいただきます。マチョマチョうまいですね。まず口に入れた瞬間ですね、クリームチーズの濃厚な味わいが広がるんですけれども、今回大葉を加えているので、大葉の爽やかな香りで後味さっぱり食べることができるんですよね。なので全くくどくありません。うまい。パスタ一本一本にしっかりとクリームチーズ、大葉、そして明太子が絡んでますね。もうとてつもなく美味しい。これは白ワインと合いますね。白ワインなかったからプロテインで。やっぱりプロテインが一番。ということで今日もえいマチョマチョマチョ。それでは See you next マチョね。バイバイ。